あのデュークはあの前作はまあ言ったこのマックスの家に急にこの飛び込んできて、ちょっとこのすごいギスギスした、性格のちょっとねじ曲がった、そんなワンちゃんだったんですけども、この3年間の中でもうものすごい丸くなってる子みたいな。すごい別の犬みたいになってる。デュークがものすごいいい犬なんで、ものすごい可愛いです。だからそれはもうそれはそれはもう素敵な犬になってる。ケイティに飼われてるっていうのはずっと嬉しいですよね。しおりちゃんに飼ってもらってるっていうのは。あのマックスとデュークとあと息子のリアムさんがものすごく可愛らしくて、こう自然と漏れたっていう感じですね。こう母性が、なのでお二人のおかげで母になれました。はい。じゃあそうです。いや嬉しいです。嬉しいです。ね、感じました母性。ありがとうございます。そうそうそう。今回は悪のキャラクターになります謎メーカー特サーカス団長セルゲイ役を担当していただきました宮野守さんです。はい、宮野守です。前作で、演じさせていただいた鷹のタイベリアスが、今回出ないということでお役ごめんになるかと思いきや別の役で帰り咲きました。ビジネスチャンスを使いました。宮野守です。よろしくお願いします。前回はおじいちゃんだったんですけど、今回は悪役ということでペットの中では結構飛び道具を、たくさん担当させていただき、あの自分の声優のキャリアとしてもやったことのない声の雰囲気を経験させていただいてます。はい。でもこの役は僕もすごい悩みましたけどね、どういう声でチャレンジした。でもその元々のあの原音の方がロシア訛りで、でちょっとあの英語も片言でっていうのがあったので、そうなのでちょっと巻き舌にしてみたりとか、そういうのを入れてみたらだんだんこう悪人っぽい声になっていったので、でもこの声でずっとやっぱ続けるのが大変だったので、もう終わる頃にはもう喉がもう枯れちゃって、この役の場合はもう大変でしたけどね。潰した声でやってたんでずっと。いや本当もうこれもう見たら分かるんですけど、こうセルゲイって本当に腹立つ役ですごい悪いやつですよね。こんな悪いやつ久しぶりにやりましたもん。嫌なやつなんだから。もうあの宮野さんからこの声が出てると想像が本当つかないんですよ。今のこの声と全く違うから、これはもうさすがだとしか言いようがないですね。でペットたち立ち向かっていくんですけど、いないと思いきやデュークもその中にちょってるんで、いないと思いきやデューク探しみたくなっちゃってることあるかもしれない。いや黒いも探しになっちゃってる。デュークがそういうところにいるときに今回変装して猫のお面とか被らされてると余計わかんないんですよ。ね、だって監督さんがすいません日村さん、あのデュークちょっと映ってるんであこ声出してくださいっつって声録音したら、すいませんやっぱちょっとこの声いらないんでやめたりとか。聞こえない聞こえない聞こえない。でもアクションの声って皆さん難しくないですか。いやマックス大変だよね。結構リアクションが今回マックス多かったんじゃない。あのセリフ言葉のセリフも多かったですけど、今回はそう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 、うん、えやおそうすごい、そういうのすごいやってましたね。でも僕は割とこう動いてやってました。あ、なるほど。そうするとその動きで声が自然と出るみたいな。はい、日村はずっとこうなんかそこにいないからね俺は。違う違う、なんかほら喋る時に俺は動いてやるって言ったけど、日村さんは台本載せる台があるんですよ。マイクがあってモニターがそこに手を乗せてじっとしてやってたって。からそんなんでよくできるね。いや俺はもうマックスがバン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 喋ったこのちょっと一言に待ってんだよずーっと。タイムを見てる。そうタイミングはね、じっとするスタイルじっとするスタイル